皆さんこんにちは。今日の知っとくはサウスポーのお話です。左利きのプレイヤーのことをサウスポーと言います。野球やボクシングでは特によく使われる言葉です。サウスポーは野球から生まれた言葉です。サウスは南であり、ポーは腕ですから、直訳すると南の腕となります。この言葉を作った人物は新聞記者であり、2つの説があります。シカゴニュースのピーター・ダウン、もしくはヘラルド新聞のチャールズ・シーモアが作った言葉であるとされています。この新聞記者がシカゴ球場で野球観戦をした時に生まれたのでした。当時のシカゴ球場では太陽光線がバッターの目に入ってバッティングに影響が出ないように、打者が東を向くように立てられていました。ということは、セカンドが東、ホームが西、ファーストが南、サードが北となります。この時、左投げの投手が振り上げる腕はファースト、つまり南に向くので、サウスポーと呼ばれるようになったということです。サウスポーというだけでちょっとかっこいい気がしてしまうのは私だけでしょうか。